サッカーには怪我がつきもののスポーツです。その中で G リーグ史上最悪の事故と言われる事件がありました。1993年7月7日のガンバ大阪対サンフレッチェ広島、後半終了直前のコーナーキックの競り合いで、ガンバ大阪のゴールキーパー本並健二と田口義則が激しく接触し、ゴールキーパー本並は腎臓破裂の重傷を負いました。本並はそのままプレーを続行しましたが、試合は延長開始直後に V ゴールを決められ、ガンバが敗れて終了しました。もし延長戦が続いていたら助からなかっただろうと診断されるほどの大怪我でした。しかし本並は驚異的な回復力を見せ、1994年サントリーシリーズには再び正ゴールキーパーとして復活し、日本代表にも選出されました。怪我が怖くてはプレーはできませんが、選手たちにはフェアプレーを守りつつ、怪我には気をつけてほしいものです。